案内人の浅香です。ウクライナ軍が使用しているドローン TB2 バイクタルの存在をご存知でしょうか。今回は、この TB2 ドローンバイラクタルを詳しく見ていきますね。TB2 が現在の最新鋭ドローンなんですが、TB3 を開発中とのこと、これ空母での使用を考えているんです。護衛艦で使用できるってことなんです。ヒューが、八重瀬にいいのかもしれませんね。2022年2月24日、多くの各分野の専門家たちの予想に反し、ロシア軍のウクライナへの軍事侵攻作戦が開始されたが、戦闘の経緯も、短期間で、同軍が勝利を収める可能性は消え、3月中旬には、消耗戦の様相も呈してきている。歴史的に、戦車や装甲車等の戦闘装甲車両を多数保有し、今でも、世界最強の陸軍の一つであるとめされているロシア軍の優位が当初は予期されていたが、ウクライナ軍の抵抗が予想以上に激しいことは間違いなさそうだ。そうしたウクライナ軍の前線を支えている最大の要因は、ゼレンスキー大統領の強力な指導力に支えられた同国軍と、同国民の無声な士気によると心が大きいと見えるが、個別の装備も同時に注目されている。ウクライナ軍の装備の中でも、そうした注目を集めているものの一つが、アメリカの現、ロッキード・マーチン社製の FGM-148 ジャベリンであり、歩兵が、通常2名1組で携行して運用する、多目的ミサイル兵器だ。この FGM-148 ジャベリンを使用して、ウクライナ軍歩兵は、多数のロシア軍の装甲車両の撃破に成功しており、扱いが比較的容易で短い訓練時間で使用可能となる同兵器は、これまでに非常に有効な戦果を上げていると言えよう。FGM-148 ジャベリンの最大の特徴は、ファイア&フォーゲットと呼称される運用性能にあり、目標を射手が定めて発射さえしてしまえば、ミサイル本体は、赤外線レーダー誘導等によって目標に着弾するよう自動的に飛翔する。この特性は、発射位置を敵側に把握された場合、防御力に乏しい射手兵士たちが反撃された際に犠牲となる確率を劇的に低下させて高い生存性を担保しており、ミサイル自体の命中率も9割以上と言われるほどに強力である。FGM-148 ジャベリンの有効射程距離は、初期型で約2000メートル、最新型で約2500メートルほどだとされており、ゲリラ戦的に各地に潜んだウクライナ兵たちによって運用され、ここまで大きな戦果を上げている状態だ。ついで、ウクライナ軍の装備で注目されている兵器が、トルコのバイカル社が製造した、無人航空機のバイラクタル TB2 であり、これを使用して、ロシア軍の停止中の車両を撃破する動画が、ウクライナホノから SNS 上に公開されている。2月28日に公開された、この動画は、30秒ほどの短いものであるが、ロシア軍とおぼしき車両を、上空からミサイル攻撃を行って成功させる様子が収められており、すでに、300万回以上の再生数で、全世界の人々に視聴されている。バイラクタル TB2 は、2014年に初飛行した機体であり、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大離陸重量 650kg、最大兵装搭載量 150kg で、機関部には、100馬力を発生するガソリンエンジンを搭載している。その最大速度は時速約 220km で、巡航速度は約 130km、実用上昇限度は約 8200m で、実用運用高度は約 5500m、連続飛行可能時間はおよそ27時間で、主翼下に喧嘩用の4箇所のハードポイントを完備している。このハードポイントには、
各種の誘導爆弾、誘導ロケット兵器が装備可能であり、遠隔操作の場合には、操縦、攻撃、指揮を担当するオペレーター3名で運用し、こうした人的な操作を必要としない、自立飛行能力も兼ね備えている。従来無人機として、世界的に著名であった、アメリカのジェネラルアトミックス社製の無人攻撃機、MQ-9 リーパーは、全長11メートル、全幅20メートル、最大離陸重量47,600kg、最大兵装搭載 1,700kg のサイズがあった。これに比した場合、バイラクタル TB には、およそ半分の大きさにしか過ぎず、したがって、兵装の最大搭載量も 10% 以下にしか過ぎないが、そうしたサイズ感の違いを意識させないほどに、有用な無人攻撃機としての評価が高まっている。しかし、もともとは、バイラクタル TB には、偵察、哨戒任務に従事させることを目的に開発された無人航空機であり、攻撃用途への拡張は、2015年に、自国のトルコ軍に採用された後に、いわば追加される形で改良されたことで、獲得したものだと言える。前述のように、バイラクタル TB2 の遠隔操作は、通常3名1組の要員によって行われることが想定されているが、自律的な飛行も可能であるため、常時、その要員がコントロールせずとも運用でき、そのことによる、負担軽減も実現している。ただし、バイラクタル TB2 の遠隔操作は、人工衛星を介しての制御はできないため、飛行可能な範囲は、操作要員が配置された拠点から、300km 以内と制限があるが、最新型で2020年にリリースされたモデルでは、衛星からの制御にも対応している。今回のウクライナ戦争に先立ち、2020年に正規した、アルバニアとアゼルバイジャンが争ったナゴルノカラバフ紛争において、バイラクタル TB には多大な戦果を挙げ、一躍無人航空機の代名詞的な存在として世界にその名を轟かせた。このナゴルノカラバフ紛争においては、バイラクタル TB2 を装備したアゼルバイジャン軍がアルバニア軍の防空拠点や戦車等の装甲車両の布陣の様子をこれを使用して克明に掌握、その後に効果的な攻撃を加えたことが注目された。アゼルバイジャン軍は無人航空機としてはバイラクタル TB2 を情報収集に従事させ、実際の攻撃はイスラエルエアロスペースインダストリーズ社製の徘徊型自爆ドローンハロップや、旧ソ連製のアントノフ1に服用機が担ったとされる。アゼルバイジャン軍が実施した作戦は、旧ソ連製の1940年代の骨董品であるアントノフ1に服用機を、まず、2名の有人飛行で離陸させ、後に、搭乗者たちは、パラシュートで機を脱出、無人となった同機が、アルメニア軍へと、そのまま突入する。このアントノフ1に服用機は旧式すぎて、自立飛行はできず、操縦者らが脱出した後は、直進するのみで、アルメニア軍に向かうのだが、これをおとりとして、アルメニア軍の地対空ミサイルを動作させ、それらの位置を特定する戦術をとった。アントノフ1に服用機の機体には、大量に爆薬が仕込まれており、アルメニア軍の地対空ミサイルに迎撃されれば、空中で爆発するのみだが、それが回避できた場合には、そのまま落下して、自爆攻撃を行うことも機とされていた。このアゼルバイジャン軍のアントノフ1に服用機、徘徊型自爆ドローンハロップ等と連動したバイラクタル TB2 の情報収集能力を駆使した。戦術は大成功し、戦闘の序盤で、およそ6割ものアゼルバイジャン軍の防空網を無力化したと言われている。こうしたアゼルバイジャン軍の無人航空機を活用した戦術は、
アゼルバイジャン軍の防空網を破壊することに直接的な役割を果たすと同時に、仮にアントノフ案に服用機ガチ対空ミサイルで大半が迎撃されても、それはそれで高い効果があったとされる。それは骨董品であるアントノフ案に服用機はどんなに高額であっても1機当たり300万円強で調達が可能であり、迎撃に用いられる地対空ミサイル1発の方がはるかに高額なコストに相当するため、敵の経済的な損失を強いることに寄与したためだ。ただし、ロシア軍はアルメニア軍に比してはるかに堅固な防空能力と戦闘機を中心とし攻撃力を有していることから、同様な展開は望めないとの戦前の予想が大半を占めていたが、ここまではその予測はウクライナ側にとっていい方に裏切られたとも言えそうだ。